この先に土のクリスタルがあるんだね。闇に覆われたクリスタルがね。死んだ土の匂いがする。そうね。行くぞ。敵だ。じゃあやってやろう。ヤク、とどめよ。手応えがなさすぎる。ジャック、物足りないって顔してるな。敵がいる。叩き潰す。あっけなかったね。次も頼むぞ、ジャック。さて、何が入っている。そんなところに隠れていたか。あまり効かないように。もらっておこう。ありえない。落ちないように気をつけないと。変更だ。相手にならん。終わり。先に進もう。よし、ショートカットの完成だ。戻りは楽ができるぞ。これで行く。相手する？蹴散らしてやる。終わりだね。ヤク、開けてみよう。毒みたいだね。迎えだな。降りかかる火の粉を払おう。トラップか。
正面突破はしたくないな。だったら考えろ。別の手段もあるはずだ。そうだな。この柱、意外と脆そうね。出てきたか。ジャック、戦おう。油断した。本気だ。なかなか手強いだ。熱い展開だね。戻る道は確保できたな。どうする？戻っておく？ここなら大丈夫か。仕切り直す。キューブを見つけた。調べておくか。変更だ。せい。ハゼロ。さっき当てにしてもいいか。あんたに頼られるのは力が湧いてくる。お疲れさ。Yeah.
れが動いてる。このままじゃまずい。あいつとはね、先に進みたいのに。気配が変わった。手応えありだな。邪魔だ。この程度なら負けないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。さてと。健康だ。はい、なれ。なかなかの仕事だ。嬉しいね。さてと。まるで抜け道だな。戻るときはここを通るぞ。これで行く。これで行く。いや、凍えろ。ネオ、任せてもいいか。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。あまり効かないようだ。倒しきれるか。体勢が下げられてる。まだ終わらんぞ。ジャック、体勢を立て直そう。健康だ。切り切った。ネオ、任せてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくる。いや、邪魔だ。止め。まずい状況だな。絶対に負けないから。なあソフィア、このクロス衣装って何なんだ？いくつか効果は分かったけど、全体として何？気にはなるけど、私たちには知りようがないじゃない？アストスなら知ってそう。そうだな。次聞いてみようか。やめておけ。なんで？言い方を変える。やめろ。
怖っ。上に戻れそう。いいものかな。ここからだ。出てきたか。ジャック、戦おう。アッシュは何か思い出してきた。ジャックから水晶を受け取った場所のことだ。水晶、そうか、あの場所。過去を振り返るのは死ぬ時だけでいい。まだ先は長いぞ。これで行く。外れ。うまくいったね。お前たちも気をつけろ。来るぞ。体勢を下げられたか。ギリになれ。なかなか手強いな。落ち着いて対処するしかないな。離脱できたみたい。一度体勢を整えよう。いけるぞ。まだ終わらんぞ。敵がいる。ジャック、戦おう。風にする。ジャックに振り返る。終わりだな。
丈夫か。仕切り直す。当然の相手だ。調べてみて。これで楽に戻れるぞ。このルートは覚えておこう。失礼。追いつけろ。ジャク、あまり効いてないみたい。せや、入りなれ。あるからこそ強く相手する。叩き潰す。
相手にならん。圧勝だな。キューブがある。調べなくていい。ジャック、怒ってるのか。そういうわけじゃない。今までの隠すの漆黒の霧、あれに触れると俺の頭には過去の断片が浮かぶ。俺の過去か他人の過去なのか判然としない。それが俺を苛立たせるんだ。クロス一生は俺を霧から守ってくれる。正体が何だって構わん。闇が吹き出してる。敵だ。ジャック、やってやろう。走れ、光よ。変更だ。これで行く。変更だ。逃げろ。逃げろ。見せた。行け。障害はなくなったね。ジャックやりすぎだ。この上って何かあったっけ？まるで抜け道だな。戻りは楽ができるぞ。あれはキューブだ。調べておこう。ジャック、あとは頼む。アッシュ。ジャック、目を覚ませ。闇に巻かれるな。土のクリスタルの輝きを奪ったのはお前だね。クリスタルの精緻な震えが生み出す波動、その波動が土を歌わせ草木を育む豊かな実りの季節。人は大地に感謝する。哀れな貴様らが夢見る、そんな季節は永遠に来ない。私がこの地にいる限りはな。
我が名は。お前の名前など知ったことか。我が名はリッチ。大地の力を喰らう者なり。
誰だろう。わからないな。これで。土のクリスタルの復活だ。どけ！しまった！あとは頼むなんて言うなよ。ダックスにはお前たちは頼りない。持ち上げるからアッシュ、ジャックを引っ張り出してよ。分かってる。1、2、3。やった！過去を見た気は済んだか。どうだろうな。死なせてしまった相手すら思い出せない。誰も死んでいないことにしておけ。シェシェ。転送装置を調べてみよう、ジャック。三つのクリスタルを解放したんだ。行き先が変化しているはずだ。私たちをここに転送したのはあのコウモリなのかな。助かったんだから誰が転送してくれたって構わないでしょ。さっきの地震危なかったな。大地に力が戻るってのはああいうことなんだろうね。やあ、光の戦士たち。君たちは風と火、そして土のクリスタルを解放した。すなわち三体のカオスを倒した。大気は動き、火は高らかに燃え、大地は心地よく香る。あと一息だな。喝采とはいかないが我慢してくれ。何か用か。まあ聞いてくれ。ちょっとした事件だ。君たちが水のクリスタルの解放を後回しにしたことでプラバカの海賊たちが騒いでいる。強風のせいでかつてないほどに海が荒れていてね。ビッケ船長たちはコーネリア王と君たちの陰謀だと考えている。くだらん。そう言うと思ったよ。君たちがビッケ船長に会ってくだらんなどと言えば収まる話も収まらない。彼らのことは私に任せてくれたまえ。
どうするつもり？エルフの長くて複雑な歴史を語り、時間を稼ぐさ。だが、急いでくれ。海賊が陸でも暴れ出したら大変だな。ま、ビッケ船長はあんなだけど、人望はありそうだし、きっと大丈夫だよね。アストスは何をしにこんなところに来たのかしら。海賊の情報を伝えたいだけじゃなさそう。私たちがクリスタル以外の場所に行かないか監視しに来たとか。さあ、残すは水のクリスタルだ。カオスから解放してやろう。ジャック、装置を確認するといい。新しい場所に行けるようになっているはずだ。ジャック様、お疲れ様です。最近セーラ姫がご機嫌なんですよ。何でも夢で強い殿方に身辺警護してもらったって。もしかしてその夢の殿方って俺なんですかね。だとしたらどうしよう。結婚王様に俺が。いやー、参ったな。ジャックさん、お疲れ様です。ビックス先輩の様子がおかしいんですけど、気にしないであげてください。変な妄想に取りつかれてしまって。お母さんが育てた花が急に枯れちゃって、栄養が多すぎて今まで通りに育たなくなったんだって。栄養がいっぱいっていいことばかりじゃないんだね。俺は毎日畑の土を見てるんだけどよ、なんか具合が違ってきてんだよな。これが吉と出るか凶と出るか、柄にもなくドキドキしてるんだ。光の息子たちがね、泥団子作ってクリスタルだって遊ぶんだけどさ、泥は臭いし汚れるし、挙句団子クリスタルを投げ合って家の中めちゃくちゃよ。泥とはいえクリスタルを投げるなんて不謹慎だよ。あれは私たちを守ってくれるものなんだからね。あなたのとこの子は闇にでも侵されてるんじゃないかい。そんなわけないよ。よう、ジャック、プラボカの方がきな臭いらしい。町を海賊が仕切るなんて無理があるんだよな。早く代理の監督官を派遣すりゃいいのにな。な余裕もねえのかね。ジャック様、海賊が暴れているようです。いや、陸で暴れているようなのでもう盗賊ですね。どうかお気をつけください。海賊による被害がコーネリアの近くでも出始めているらしいです。皆さんもお気をつけてくださいです。畑が大変なことになってんだよ。地割れや嵐でめちゃくちゃになるわ。土が変わったのか作物がうまく育たねえわで、こりゃ大地が俺に休めって言ってるんだよ。え、作物が育たないとどうなるの？考えりゃわかるだろ。食料を買い占めるやつまで出てきてるんだ。食料を買い占める連中のせいでうちの食事が一気に貧相になってね。王様はどうして取り締まらないんだろうね。裕福な王家には理解できないのかね。ジャック、早いとこクリスタルに輝きを取り戻しておくれよ。あなたたちは光の戦士なんでしょ。だったら私たちを助けてくれなきゃ。プラボカの海賊ども、いよいよ抑えが効かなくなってきたらしいぞ。あいつらがコーネリアに攻め込んでこねえように橋を閉鎖した方がいいかもしれねえな。